はい、どうも、ケマイです。今回なんですけども、エグゾプライマルが結構面白そうっていう話をね、していきたいと思います。はい。エグゾプライマル、皆さん、まあ、ご存知でしょうかというか、覚えていますかというね、話からなんですけども、まあ、これ、カプコンがね、今開発している、まあ、PVP の、まあ、オンラインゲームみたいな感じなんだけど、これが結構ね、その、アンセムっぽいみたいな感じで、一回話題になったんだよね。なんかその、パワードスーツを着て、まあ、敵を倒していくみたいなところで、まあ、結構ね、その、アンセムの意思を継いでるみたいなね、感じで、話題になってました。で、そんな、エグゾプライマルなんですけども、この度ですね、ネットワークテストをね、募集しているということで、今ね、カプコンの、サイトの方から抽選にはなってしまうと思うんですけども、参加申請できるという、まあそんな感じになっていますと。でそれに伴ってちょっとね、長尺の、まあ、実際のプレイ映像みたいなところが YouTube に今アップされているんで、まあぜひちょっとこれ皆さんでね、ちょっと見てみましょうよと。はい、まあちょっとはしょってはしょってだと思うんですけども、ちょっとね、皆さん一緒に見ませんかっていう感じで、ちょっと見ていきたいなっていうふうに思います。俺もまだね、ちょろっとしか見てないんで、まあいいのか悪いのかわかんないですけども、このね、アンセムの意思を継いでると言われている、このエグゾプライマル、ちょっとどんなゲームか見ていきたいと思いますので、よかったらね、最後まで見ていってくれると嬉しいので、よろしくお願いします。さあ、というわけでやっていくんですけども、早速見ていきましょう。まあ、この動画自体はね、概要欄に貼っておくんでね、ぜひ皆さん見てください。もう完全に見た目が、あれだよね。コロッサスで。ゲーム自体は、なんか大量に迫ってくる恐竜と戦うんだよね。まあ、この準備画面でまずは、なんか自分の装備とかを整えるみたいな感じなのかな。対面にいる奴らが自分たちと、自分たちの対戦相手みたいな感じだと思う、おそらく。あ、なるほどね。直接殴り合うっていうよりは、敵が、なんかゴーストっぽく表示されてるから、まあ、その敵よりも早くこなせみたいな感じなのかな。直接殴り合うっていうゲームではない感じ。なるほどね。マップ上にミッションが湧くから、まあ、それをいち早くこなしていくっていう感じなのかな。いや、めちゃくちゃ面白そうじゃん。いや、男の子はね、やっぱこういうのでいいんよ。男の子はやっぱこういうゲームで、でもテンションが上がるわけよ。恐竜とパワードスーツなんて、もう男の子が大好きなね、組み合わせなんだから。すげえ攻撃がでも、なんか大丈夫か？こういう、それしかないのか？まあでも結構タンク的な感じなのかな。前線で盾張って味方守りながら、まあラインを上げていくみたいな感じの役割なんだろうね。あ、一方、このキャラは結構撃ちまくりながらダメージを出していくようなタイプの。あ、なるほどね。はい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 。敵と同じミッションが、出てくるから、それをまあ結局やっぱどっちの方が早くこなせるかっていうところで勝負していく。これはすごいいいんじゃないかな。これは？おお、かっこいい。近接タイプの DPS って感じなのかな。かっこいいじゃん。かっこいいじゃん、かっこいいじゃん。いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。でも、アンセムみたいに、その、なんか空を自由に飛びたいな、みたいなのはできない感じなのかな、やっぱり。なるほどね。やっぱりその、ロールごとに役割みたいのがあって、みたいな。でも結構やっぱり直接 PVP をやるのは、結構、なんか抵抗あるよっていう人でも、まあ、こんな感じだったら割と、なんか、やりやすいかもね。疑似的に PVP やってますよ、みたいな。面白いと思うけどな。まあ、要はこの恐竜をあと240匹倒したらクリアみたいな。これで、このミッションは終わりみたいな。なるほどね。チャットとかはないのかな。
多分ね、エモートでだいたい済ませられる感じ。右下にいくつかスキルが書いてあるけど、おそらくこれは、まあ、スキルだよね。一つのロールにつき多分4つぐらいスキルがあって、でまあなんか一定時間なのか一定数敵を倒してなのかで、なんかあれなのかな、お、なんだ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 、ウルトみたいなのが使えるのかな、なんだ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 、あーなるほどね、途中でその装備を変えることもできますよっていうゲーム性、最初に始めたやつだけではなく、うわいいね、いいよ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 、いやトリケラトプスの攻撃を一人受けは熱いだろう、トリケラトプスの攻撃一人受けは相当熱くないか、いやいいね、結構面白そうだけどな、個人的に見てて、まあ、PVP のゲーム結構好きだから俺は、まあ、こんな感じで敵と競い合えるのは面白いし、いやこれいいね、このね一人受けトリケラトプス一人受けは熱いよ、どうなった、おー、これさ、なんか他にどういう要素があるのかな、戦闘中になんか何かを選んで自分を強化していくみたいな要素は特にないのかな、お、あーやっぱこういうシンプルなね、チャカチャカね、これシン、お、いいね空中ダッシュ、いやこのシンプルなチャカチャカがやっぱりなんだかんだ気持ちいいわけよ、あーいいいいいい、いや面白そうじゃない、結構なんか面白そうだと思うんだけどな、おうおうおうおお、まあ、どういうところで敵との差がついていくんだろうね、うん、なんか結構煮詰まっちゃいそうな感じするけど、ボスみたいな、おお、ティラノサウルス出てきた、いいね、なんだろうね、やっぱこういう感じでなんかやっていくと思うんだけど、まあ、敵との差っていうところがね、なんかどういうところでついていくのかなっていうのが気になる、いいよいいよ、ティラノサウルスの攻撃一人受けも熱い、これ結構ねこのタンクロール好きなんだよね、敵の攻撃を受けるぞみたいなロール結構好きなんだよね、まあでもやっぱり結構みんなで協力してさ、誰がどのロールやるっていうのを、まあ的確にやっていかないと、なかなか難しそうだね。なるほどね。この、まあ、飛行船を守れっていうミッションか、これは。まあ守りながらティラノを倒せっていうミッションね。いいね、いいね。敵のエフェクトがいいね。なかなかね、やっぱこのご時世恐竜と戦えるゲームなんて、なかなか出てこないんで、こうやってこのクオリティの恐竜と殴り合えるゲームは貴重よ、これがボスなのかな、お、倒した、倒したか、でこれでまだあるんだ、結構ワンマッチ長そうだね、テスト難易度、え、テスト難易度を最大にするだってよ、とんでもないの来るんじゃないの、なに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 、おお、なにラプトルも、うわやば、え、あれ全部ラプトル、気持ち悪っ、気持ち悪っ、これマジで、
どうなんのそれ。やばい、やばいよ。だいぶ海にこぼれちゃってるけど、うわ、すげえ。すげえ。結構、あれを彷彿させますね。ワールドウォー Z。スーパーゾンビパニックシューターのワールドウォー Z を彷彿させるような。いけんのこれ。まあ、船体倒してくださいっていうミッションでね。いけんのこれ。いけんのか意外と。これウルトかな。お、すげえ。ウルトっぽいな、今のな。多分。ロール固有スキルのウルトっぽいね。これもウルトかな。ウルトやってくれんじゃない、溜まってるから。使え使え、これか。うわ、これやば。終わり？あ、なるほど、まだあるんだ。結構長いね。データ、まあ、オーバーウォッチのペイロード的な？ペイロード的な感じ？あ、ペイロード的な感じか。何これ？やっぱ戦闘中にパワードスーツを切り替えられるんだけど、そのパワードスーツの切り替えた先のなんかアタッチメントみたいなのも一緒に変えることができるみたいな感じか。これヒーラージョブなのかな、おそらく。まあ、だから自分のパーティーのロールを見ていって足りないやつをまあ補っていくみたいな。どうなんだろうな。いや、一見確かに結構面白そうだなと思ったんだけど、繰り返しやってるとやっぱ飽きてきそうだなっていうゲーム性な気もするんだよね、若干。まあ、ちょっとどうなるのか分かんないけど、例えばね、これやってる中でそのなんかパワーアップみたいのをどんどんやっていって、毎回その違った展開にできるとかだったら、長い目で見てもなんか結構面白そうだなと思うし、まあ、ある種の競技性とかも出てくるのかなと思ったんだけど、例えば、まあね、ラプトル倒したらポイントがもらえて、そのポイントで、まあ、自分の装備を強化していけるとかさ、まあ、そういう遊びがあったらより面白そうだなと思うんだけど、なんかトリケラトプスをアーク間から引っ張ってきたよ。え、何それ。え、どういうこと。何した今。え、何、意味がわからん、意味がわからん。あ、え、待って、意味がわかんないんだけど、何やってんの。あ、これ敵の敵の空間にワープして、敵役としてね、ワープできるんだ。パワードスーツで直接対決はできないけど、そのトリケラトプスみたいな大型のユニークボスとして敵の世界に侵入することができるっていう。あ、それは結構面白そうだね。それは面白そうだね。まあ、その、自由にっていうかね、そういったできるタイミングがあるよっていう感じか。敵を邪魔するタイミングがありますよっていう。あー、確かにそういうところで、まあ、差は出てくるのか。まあ、そうっすね。まあ、でもなんか見てて、やっぱ爽快感とかはありそうだけどね。まあでも結構気になる人は気になるかもしんないけど、銃の挙動とかは結構気になる人いるんじゃないかな。俺若干気になったんだけど、結構軽いんだよね、銃の挙動が。チャカ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 みたいな、まあ、ずっしりとした
そのパワードスーツってある種このやっぱずっしりとした重厚感みたいのって大事だと思うんだけど、まあそういったところがちょっと薄いかなとも思った、若干。例えば、まあ、歩くモーションを一つにしても、まあ、もっとどっしり構えてほしいなとか思ってしまったりだとか、まあ、銃のね、その挙動とかも、まあ、もっとどんどん低音ベースで弾が響いてほしいな、みたいな。みたいなね。そういうのは若干思ったかな。まあ、でも、まあそこはね、どうにでもなるからね。これどうなんの？最終的に？何をやってるんだ？あ、え？最終的に？待って、これ何？これ、これ最終的にガチバトルしてる？これもしかして。あ、そうなんだ。最終的に、肉体と肉体でぶつかり合うって感じなのかな？どうなっ、なるほど、ちょっとまさかの展開だったわ。そうなんだ。ここで決まるのか。あー、負けちゃった。さあ、というわけでお疲れ様でした。まあ見てったわけなんですけども、まあ言いたいことはほとんどね、動画の中で言ったかなと思います。まあ最終的に、PVP のガチバトルになるっていうのはちょっと予想外だったんだけど、まあでも、こんな感じで、恐竜をパワードスーツを着て倒すなんていうゲームは、まあもう10年に1本あるかないかっていうレベルのね、代物かなっていうふうに思いますので、まあどちらにしろすごい楽しみではありますね。このゲーム今ね、ネットワークテスト募集中という感じになっていますので、で、まあ、概要欄の方に募集のリンク貼っておきます。ぜひこちらもご確認ください。僕もね、もし当選したらね、まあ、できる範囲でなんかこんなゲームでしたみたいなことを伝えられたらいいなというふうに思うんでね、まあ、ぜひぜひよろしくお願いしますという感じで、今回はこれで終わろうと思います。この動画良かったら、楽しかったよという方はね、ぜひぜひチャンネル登録して応援してくれると嬉しいのでよろしくお願いします。このチャンネル毎日ね、ゲーム関連の最新情報とかおすすめのゲーム紹介とかゲームレビューとかやってます。皆さんゲーマーにいち早くいい情報をお届けできるよう日々奮闘しておりますので、よかったらね、応援してくださいという感じで、最後までご視聴していただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。ではまた。